セニョル、遠くに見える山に雪が積もってきたでしょ。でもね、うちのママったらまだスタッドレスタイヤ買ってなかったんだよ。今からでも間に合うかな。おったまげー、それってママさんやばいよ。早く準備しないとホイールデザインも選べなくなるし、そもそも車に合ったサイズのタイヤもなくなっちゃう場合もあるしね。そうだよね、ママはまだ雪も降ってないし、タイヤを買っても置く場所に困るからギリギリでいいなんて言ってるんだよ。あ、博士、今浦子くんと話をしていたんですが、浦子くんのママさんはまだスタッドレスタイヤを用意していないんですよ。ほったまげー。ちょっとさっきから二人ともほったまげーって一体何なのよ。うん、そのほったまげーはじゃな、博士、今は その説明いりますか。もう先に進めましょうよ。オッケーバブリー。では浦子くんの母君のために今回はこれにしてはどうかな。ラストチャンス、スタッドレスタイヤの準備はお早めにですね。なんかチラシのキャッチコピーみたいですが、よろしくお願いします。ところで浦子くん、どうして浦子くんの母君はスタッドレスタイヤの準備をしていないのかな。以前の研究でスタッドレスタイヤの早めの準備がポイントって勉強したじゃない。浦子、そのことをママに言ったのね。でもまだ大丈夫だとか、今から買っても邪魔だとか言って、全然言うことを聞いてくれないの。浦子くん、ではもう一度ママさんが納得できるよう勉強してみよう。そうじゃな。では浦子くん、スタッドレスタイヤを早く買わなくちゃならん理由は何だったかな。さっきもセニョールとお話をしていたんだけど、まずはタイヤに限りがあるっていうことだよね。そうじゃ。ではセニョール君、スタッドレスタイヤはいつ頃製造されているか覚えておるかな。はい、スタッドレスタイヤは夏から秋にかけて製造されているので、今はもう今年のモデルのスタッドレスタイヤは在庫のみってことですよね。うん、タイヤメーカーも今年の冬の販売計画を立ててから生産数を決めるんじゃが、新型車の発売などで特定のサイズが想定以上に売れてしまったりすることもあるんじゃよ。だから自分の車に合ったサイズがなくなっちゃう場合もあるんだね。あとは何があるかな。はい、博士、次はスタッドレスタイヤに組み付けるホイールだよね。そうだよね。自分の好み、気に入ったデザインのアルミホイールが欲しくても我慢しなくちゃならなかったり、予算が合わなかったりするんだよね。あとママが心配しているスタッドレスタイヤの置き場に困るの解決策はタイヤ預かりサービスよね。そうじゃな。タイヤ預かりサービスを利用すれば自宅にタイヤ保管場所がなくても大丈夫なんじゃな。自宅に保管していると盗難やいたずらの心配もあるけど、一年中夏タイヤか冬タイヤを専用の倉庫で預かってくれるから安心ですよね。あと汚れたタイヤを自分の車に乗せなくてもいいんだよね。スタッドレスタイヤを早く買うようにママにもう一度言わないと手遅れになっちゃうね。そうじゃよ。雪が降ってきた時には間に合わないなんてことも起きてしまうんじゃ。今がスタッドレスタイヤ購入のラストチャンスかもしれんな。うん、そうね。スタッドレスタイヤの購入準備は今すぐにゴーで決まりじゃ。 OK バブリー。